宿毛市長の小川修一です。現在長野県全域に新型コロナウイルス特別警報に並びに医療非常事態宣言が発出されています。8月29日午後8時時点の県内の確保病床使用率は 55.7% で、第5波で最高の病床使用率となっています。また中等症や軽症患者を受け入れる一般病床の使用率は北信地域で 64.9%、 東信地域で 69.0% となっており、医療体制の逼迫の度合いが増しています。感染事例の傾向としては、県外との往来に伴う感染、施設・職場等における感染、そこからさらに家族への感染が多くなっており、千曲市においても新型コロナウイルスの感染が急速に拡大していることから、市民の皆様には外出の自粛など人と会う機会を普段の半分以下に減らすようにご協力をお願いいたします。市といたしましても、新型コロナウイルス感染症対策として希望するすべての方へ早期にワクチン接種ができるよう全力で進めております。すでにワクチンを接種された皆様は、自分は大丈夫だと安心せず、これまで通りマスクの着用、手洗い、手指の消毒、3密の回避など引き続き感染防止に努めてください。ご自身と大切な人を守るため、また医療崩壊を防ぎ、救える命を救うため、これまで以上に徹底した感染症対策に取り組んでいただくよう切にお願いいたします。なお、感染者の特定や個人情報の拡散、個人や施設に対する誹謗中傷は決してしないようにお願いいたします。